どうもウエスタンビレッジでーす。とある10月の朝です。3時間半かけてここ東京ビッグサイトにやってきましたよ。本日はジャパンモビリティショー開催日でございます。通常のチケットより高いアーリーエントランスチケットで1時間早く入場できるはずなのに15分待たされました。ようやく開場されたので足早に東展示棟に向かいます。こちらには4輪、2輪メーカーのブースがあるんです。ワクワクでございます。エスカレーターを降りればいよいよ会場です。
自然の豊かな那須平成の森でのイベントの開催も予定しているんです。すべての人の心や人よかったらグッドボタン押してくださいませ。